始まってまいりました。どうも皆さんこんにちは、ウルです。それじゃあね、今回もマリオカート8デラックスやっていきます。というわけで今回このヌリヌリさんを見ていこうかなと思います。頑張れヌリヌリ、頑張れ、いいぞ、お前なら世界を目指せるぞ、頑張れ、お前ならきっと1を取れるさ。さあ残り1周、果たしてこの結果どうなるのか気になるところでございますが、さあヌリ選手、ここは5位、一番最初と今のところエグザ、おーっとマリオ同士で争っております。しかも片方、おーっとここに来た女が来ました。マリオの愛人来ましたね。さあこれでおーっとお互いにアイテムは取れなかったようですね。おーっとここに来たマリオ同士の高速な争い。しかし有利なヌリ選手の方、しかし危ない、しずえにマーキングされてしまっている。これはおーっとここに来て道路上に置かれて爆発物。これにはコナンもにっこり。青い死神を見ています。さあ、で、これに来て。さあ、マリオ選手、スリップストリームで加速。そして2個アイテム取れた。さあ、これが逆転でどうにつながるか。9位の逆転。おーと、ここに来て、テレサです。そして、なんと、ガッシュキノコ。これはいい順位を狙えるのではないでしょうか。さあ、ヌリ選手。さあ、今、赤い最後のキノコを使ってゴール。順位はおそらく8位でしょう。ドンマイです。何これ。はい、というわけで、よくわかんない解説からこんにちは。どうも、俺です。それじゃあね、今回マリオカート8デラックスやっていくよ。はい、ツー、ワン、ゴーシューでいい感じにスタート式だ。おっと、ヌリ、さっきはこんにちは。おら、ヌリ、さっきはな、解説よくさせてくれたな。俺を実況者にさせてくれたな、よくも。実況者にさせてくれた。いや、これは恩人として出るね。危ねえ、今誰か俺にぶっ壊していこうとしたかった。やばい、前、まずい、まずい、前にキノコ軍団。キノコ軍団じゃねえ、なんだっけ、あれ。コーラ軍団か、コーラ軍団が待ち構えて。いや、みんなコーラ持ってるのずるくないか。で、ここで、そうだね、ここで、ダッシュターボ使いまして、いいね。ちなみにこれ 100cc ですね。世界よりこっから行った方がいいのかもなぁ、しない。うわぁ、ちょっと待って、邪魔。で、俺のミドルコーレどうやって、みんな玉砕、粉砕、大火災したようです。さあ、トカゲラブ。お前、ヌルがやったやつじゃないか。ちょっと待って、まずい。変な風に出しちゃった。ごめんね。このアイテム使い方下手くそだったね。オッケー、まあ、これでダッシュしていきましょうか。さて、赤コーラ投げたか、なんと赤コーラスルーしましたね。さて、これで、俺もこれキノコを使ってアイツを追いかけましょう。トカゲ、アイスケ。アイゼン・ソウスケ、訳してアイスケですね。さあ、アイスケ。さあ、アイゼン・ソウスケ、どうなることやら。さあ、アイゼン・ソウスケを追いかけていきましょう。しかし、コインの回数は、おーっと、しかし、花ちゃんバギー、さすがにアイゼン・ソウスケやるね。さすがにアイゼン・ソウスケ、おそらくあの感じ、マックスだと見たな。さすがにマックスしかもあいつボム兵持ってないか、あの感じあいつボム兵持ってんな。いや、厄介オブザイヤー受賞してんな、あいつ。で、ここは変えよう。オッケーで、変えまして、ちょっと一回これで変えまして、なんか俺誰がやってたかな。で、これちょっとここら辺ジャンプアクション決めたい。決められなかった。全然ジャンプアクション決められない男、それがウルです、こんにちは。というわけでやっていきましょうか。いや、で、ジャンプアクション決めまして、コインはマックスの10枚。で、あいつは相手も変えた、オッケー。おーと、こいつと青コーラは残念ながら、アイスケに着弾と、そしてなんと赤コーラが2個。これは抜いた瞬間、私の的でございますね。さーて、100cc、無事に私今のところ1位でございますが、ウィルがなんかやばい。なんかいろいろ持ってましたね、今いろいろまとってましたね。的は光、紺碧の光って感じですね。いや、何を言ってるのか全くもってわからないが、私1位でございます。頂点1を取ってしまうのか。そんなことはございません。多分ございません。私失敗しないので理論でいきますが、多分私失敗します。なぜかって、私はそういう失敗が大好きな男ですからね。さあ、ウルトラターボ決めて、 100cc 遅い、 100cc マジで遅い。どうしよう、地下線追いかけてくるゴリラがどんどん近づいてくる。ゴリラがどんどん近づいてきます。それが怖い。ゴリラの花ちゃんバギーの加速率が半端ない。ゴリラさすがゴリって名付けたい。さすがゴリってなんだ、エネゴリ君のが足かな。というわけで、これ結構差はないんで、ね、おそらくキノコは出ないはずと思ったら、あれ、エネゴリ君いなくなってる。あら、まあ、いや、とまだラグでしたね。これはまずいですね。これ抜かれるのでは。というわけで、一応準備してますが、あ、これどうでしょう。ビル、どう。あー、足んなかった。ビルの逆転ですね。さすがゴリラやりますね。あれ、違うゴリラじゃない、これ。いや、みんな今日本に移住してきたんだけどさ、やっぱ日本いいわ。この顔の偏差値見てみ。全員平均以上越してる。しかも 150cc が必ず来る。やっぱこれは国内だわ、みんな。レートしばらく当たるまでポンデリングと一緒にエレだけ悪いじ。なんか悪いじじゃない、悪がいいんだけど。悪いじのアシュいいんだけど。やばいね、ハンバーグ王子もいいんじゃん。いや、これ強いね。強キャラしかいねえわ。やっぱこういうレート待ってたんだよ、みんな。さあ、今回もう1戦目はなしだ、みんな。1戦目はほぼなしにしてほしい。世界じゃ俺の相手は務まらない。やはり国内だ。行こう。おっきい。やっぱみんな早い。やっぱいいね。やっぱいい。俺が12だもんね、初手。初手12。ああ、そうだよね。これは12でしょうね。ごめんなさい。さて、なんかあいつ、なんかデイジーなんか遅れましたね。これ、キノコ1個ですか。まあ、ここはいいでしょう。キノコ1個でも。さあ、コインを取っていきましょう。さあ、住岡がいますね。住岡誰でしょうね。住岡って聞くと誰思いつくんだろう。俺、思いつくキャラいねえわ。ごめん、みんな。住岡思いつかねえわ。誰だ、住岡って本当に。で、住岡やるね。エイリアンがいますね。で、これは真ん中開いてますね。じゃあ、俺も真ん中落ちましょう。行きましょう。立てましょう。会いましょう。オッケー。いい感じにマッシュして、誰かのコインを引
拾いまして、さあ住岡とカジキを前に捉えていますが、さあいい感じでございます。さあ2個アイテム取って、さらにここでカーブをさらに決めていく。いいぞ、さすが 150cc 走り慣れてます。さあこれ来て、俺の 3-on-3 が来ました。 3-on-3 はい、ここオッケー。あーバラに行こうちゃった、もったいなかったですね今のは。でここでダッシュからのドン、あーどういう飛び方、どういう飛び方したんでしょうね。さあ前にいるのはドンキーコング、おーっとナイス赤コーラ粉砕、それは言うの、それは言うの、なぶねー。おーっとここに来た青コーラ、いいね。ハンバーグおじも一緒にいよう、ハンバーグだよってのハンバーグおじ、えな、何食らった今俺、え何食らった今俺、え怖かった、何今これ言ったの今俺、何マジで食らったので、ここでさらに俺のありがとうんげ、オッケー、素晴らしいぞみんな、素晴らしい、本当に素晴らしい。いやここはね、ここ行っちゃいましょう。おー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 、何回1位になった、何回1位になった、行ってあのパックのフラワーもどき、許すまっちょ、あすいません悪い字さん、ちょっと悪い、本当に悪い字だね、確かにごめんね、悪い字じゃないって言ってごめんなさい、悪い字でしたがっつり。でここで俺相手もと、あぶね、緑コーラ、さすが国内レベルが高いぜみんな、うえ、ちょっと待って、でここで一回ちょっとウルトラターボ食べたいね、ちょ後ろに投げとこう、うわー何だって、うぅ、暗い、帰ってくる俺のブーメラン、帰ってくる俺のブーメラン、オッケー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 、俺のブーメラン活躍しました。さすがブーメラン発言が大好き男、素晴らしいですね。じゃあここで2個アイテム取りたかったが、まあ仕方ない、今の1個アイテムに妥協しましょう。さあここでは1位がやはり連鎖が高い。さあここでテレサ1個アイテム、テレサ危ねえ、オッケーオッケー、テレサ緑コーラだ、いけ、オッケー、緑コーラとりあえず払っといて、誰かに当たるでしょう、きっと俺は、俺の緑コーラ誰かに当たってくると信じて、キラー、くっそ、アイテムがねえ、アイテムがねえ、だがアイテムがなくても俺はガレる、俺勝てるという男、パックフロー、ちょ待って待って、ポそれ捨てたポンポンポン、おー、さあやっていきましょうか、チーズランドですね。いや一番苦手俺チーズランド、果てしなく苦手チーズランド、嫌いなんだよねチーズランド、純粋にチーズランド苦手。まあこれはスタートダッシュいけるでしょ、おっとスタートダッシュしない若者がいましたね、枠を多分あれわざとだね、なんかね上手い人たちでなんかわざと遅れてくるイメージがあるんだよね、ほらね、もう俺嫌いなのよ、もう誰か食らって、オッケー、おまさか、あぶね、俺に来たかと思ったぞ、一瞬ヒヤヒヤもんだったね。さてそれじゃあ行きましょう。さあコインは残り3枚ではない、私が3枚でございます。さあこれコインをなるべく取っていきましょう、コインを取ることは大事だからね。でアイテムは1個しか取れないんで、ここでアイテム1個取りからのこういって、さあ行きましょう行きましょう、立てましょう、空いた設計777万円で家が建つってね、それでうーん、俺のブーメランが火を吹くぜ、俺のブーメラン火を吹くぜ、オッケー、ブーメラン火吹いちゃった、俺のブーメラン火吹いちゃったね。さあ1位です皆さんの衆、皆の衆1位でございます、私、うわうわ危ねえ、犬好きだからね、犬を攻撃することは俺できない、犬を攻撃することは俺にはできない、待って、なんで2位になった、ハンバーグだよ、やるなハンバーグ、オンジハンバーグオンジったらそれハイジだな、ハンバーグオンジはハイジの方なんだよな、オッケー、さあハンバーグオンジ、トライでハンバーグオンジ、ありがとうハンバーグオンジ、ハンバーグオンジありがとう、マジかよ、ここに来て、あれしかも俺じゃない、見たかみんな、俺赤コーラに賄賂渡してるからね、赤コーラに賄賂渡してるからね、舐めないでほしいな、ほんと、いやこれもう勝ちも同然なので、ちょっと待てよ、おい国内でもね、相手に務まるやつはいねえのかとか言って、俺一番最初2位だったんだよな、いやワンワンごめん、ワンワンごめん、俺ワンワンにね喧嘩することできないから、ほんとそういうね魂で背負っちゃってるから、幸福に来てみせます。さああれちょっと待って、本当にこのままじゃ私本当に、あーちょっと待って、ここは、あワンワンごめん、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 いつに好きにいいの、オッケー、ちょっと待って、これ待って、後続キラーしかいねえんだけど、ちょっと待って待って、まずい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 、もうちょっと待って、まずいまずいまずい、本当にまずい、本気でまずい、ああもうダメだ。はいどうも、不甲斐ないプレイからこんにちは、未来のルです。いやね、もうプレイがひたすぎて今後付けなんだよね。いやね、なんかちょっと話したいことなんか話そうかなと思います。いやね、みんなオリンピック五輪見た、五輪北京オリンピックのあれ、樋口若葉選手の、樋口若葉選手の読み方だったら分かんないけど、樋口若葉選手の3回転半、3回転半だったかな、3回転半決めて、あれ決めたんだってね、すごいよね。だから確かオリンピックだとね、史上5人目の女性らしいよ。いやすごいよね、やっぱそういうのね、浅田真央さんとかと同じレベルらしいよ、すごいね。そうなんだよね、ただそれを話したかっただけ。うん、じゃあそろそろ未来の俺に変わるね、バイバイ。逆転の一手、飛べー、うおー、やったぞみんな、やったやったやった、うおー、いや喜びすぎってね。そんな冷凍化け物がいるわけでもないのに、すごいね。いややばかった、ちょ俺負けたと思ってずっと無言だった。ごめん。さあみんな、俺が1位からのスタートだ、晴れ晴れしいね。いやなんか言い方おかしかったな今、晴れ晴れしいね、晴れ晴れしいねってなんだ。
はい、行きましょう。立てましょう。行くよ。で、ここで一回ちょっとコイン取りましょう。で、コイン取りまして、で、ここでさらにコイン取って、みんなデブ、みんなデブなんだから、本当に。本当みんなデブ。さあ、これデブの皆さんを共に叩いてみましょう。ごめんなさい、やってる人もいましたね。ごめんなさい、私ガリでした。なんなら私がガリでした。ごめんなさい。いや、自慢じゃないよ。本当だよ。で、これで自慢じゃないので、ここら辺で行って、行って、いや、俺、食らった、行って、あ、食らったら今。今食らったら、行って、もうフィジカル大好き、フィジカル大好き、行ってな。くそ、みんな大好きがフィジカル。オッケー、とりあえずこれ取って、俺邪魔だ、ドキ小僧ども。で、これはショートカットで取っておきましょう。前回俺ね、スターにぶつかってね、やられたからね、俺これで思い出あるから、逆にあえてこれを取っておく。そう、取っておくことに対して、俺は本気ですはっと言って、おー、危ねえ、はっ、何今の、見た、みんな今の、はっと言って怖すぎなかった。今爆弾置かれたよ、俺の横。ちょ、嘘でしょ。あ、俺じゃなかった、よかった、後ろの人だった、後ろの人だったんで、抑止としましょう。というわけで、1かハゲてんね、1か5等分のハネ目かな。ちょ、バナナが怖い、お前のバナナが怖い。1かろ、おい、あ、ピザポーもハゲたのかと思ったら白髪だった、ごめんなさい、おばあちゃんでしたね。オッケー、ポー食らえ、ポーオッケー、ポー、ありがとう。こいつのバナナ怖いんだって、イチカのバナナ怖いんだって。イチカ毎回怖いな、あの子。毎回あの子バックグラ怖い。やばい、これ、あいやー、これ食らったよねー。じゃあ、ここは脱出しましょう、オッケー。いや、今のは仕方ない。リカバリーが遅かった。オッケー。今のどっちみちやってたら落ちたりするから、ここはアンパイでいきましょう、オッケー。さあ、で、これ、後ろがキラーが来てますが、関係ありました。いやー、これが皆さんマリオカートですよ。そう、これがマリオカートですよ、皆さん。じゃあ、コインちょっともらっていくか。そう、コインもらっていこう。で、俺が戻るの早い。今は7位か、今俺。1かのバナナ怖いんだよな。1かのバナナ怖いんだよな、ほんと。1かバナナ頼むか捨ててくんねえかな。オッケー、1か、あぶでも1か、今バナナ持ってねえな。オッケー、行こう。うおすごい状況だった。待って、俺、あ、よかった、俺じゃなかった。あ、でも2個アイテム取り損なった。くっそったれ、やるじゃねえか。1かいや、1かスター使うか、そこで。まあいや、1から後ついていこう。1から後ついていけば1になるんじゃねえ、これ。危ねえ、危なかった。危ねえ、さん、いや、ちょ、待って、平気だよな。オッケー邪魔、うぅ、うぅ、並ぶ、キノコ、うおなんだこれは。いて、また一かの俺負けず食わなかった。かっそ、一かが必ず俺の目の前にちらつくんだよ。さーて、みんな、これラストにしようかな。今回とはこれラストにするわ。さて、行きましょうか。3、2、1、ゴーシュート。オッケー、さあ、アブだ。みんなあそこでコイン取るね。みんなうまいね。まあ、みんなうまい。アイテムは取れなかった。まあ仕方あるまい。そういう時もある。危ー。いや、みんなコインを取ることで宣伝してる。うわ金のマリオいる。何あれ、なんであれ金色なの。あの金のマリオどうやってんやるんですか。みんな花ちゃんバギーしかいねえな。だが俺そんなか、俺は関係ない。よくわかんねえ。この無印バイクで行きましょうね。それでこれ2個アイテム取れる、完璧で。ここでアイテム出して、うん、バナナサイポ、オッケー。バナナサイポ誰が食らうかな。誰も食らわない、悲しい。正直言ってこい、ちょっとこれコイン2枚しかないんだけど、ちょっと誰がくれ。オッケー、お前からもらうわ。オッケー、お前からもらうわつって言いつつ、お前からスリップストリームもらいたいんだけど無理でした。というわけでダッシュ。さあ、で、前にいろいろいますが、あのゴリラくん早いのよな。あのゴリラくんなかなかに早い。しかし、ここに来てきました、みんなの大好き青コーラです。さあ、お邪魔します。うー、なんだって、んポン、危ねえ、自分で食らうとこだったぜ、今。あー、でもダッシュアクションできなかった。クソ、もったいないな。さあ、で、これで、あとは性能差。うわー、ブーメランかい。クソ、やるじゃないか、ブーメランをやるじゃないか。クソ、アブーか、またアブーか。アパパ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 、チキラーで行きましょう。さて、これで、俺のこの防御ディフェンス、超えることができるかな。うちょっと待って、一回これで置いて、ダッシュからの、そして、ダッシュ、いいぞ。さあ、で、これで、うおー、みんなのアイテム欲しかった。で、これでもう一度ダッシュ。そしてダッシュしまして、いやー、前のポテチ光秀怖いな。ポテチ光秀怖い、非常に怖い。で、ポテチ光秀のため、1かいたな、今。あれ、1、嘘、浮いた。ちょ、何今の、誰だよ。あ、1から、今の、絶対今の1か。間違いない、今の1か。よし、1かに勝つ。今回の目標、あくまで1かに勝つこと。ボンテリング危ねえ、見聞色ルール。オッケー、誰だ、さっきから後ろからブーメランぶつけてくるやつ。湯船か、お前か。クソ、許すまじ。湯船のために俺は3つ取って、アイテム取って、オッケー。さあ、みんなアイテム2個取れなかったようだね。さあ、これで
さあお前ら血祭りの時間だ、血祭りの時間だ。湯船、いや湯船じゃない、誰だ、うわ危ねえか、やばい、一から一か待って、一か待って、俺は置いてかないで、一緒に走ろって言ったじゃん、一緒に走ろって言ったじゃん、一か待って。